高橋なずみニューアルバム虹色遊び、あちこちに虹をかけながら好評発売中。あるがままでいいじゃん。あるがままでいいじゃんいいじゃん、あるがままでいいじゃんいいじゃん。高橋尚美のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋尚美でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということでね、アーカイブ終わっちゃいましたね。鳥たちの楽園、お楽しみいただけましたでしょうか。またね、こういうイベントね、早くやりたいなというふうに思っておりますんでね、その時はよろしくお願いしますね。さてさて、では参りましょう。この前のチョロ、あれあれ、そうなんですよ、今週ではないかもしれない、この前のチョロで行ってみたいと思います。あのね、この間ね、私マッサージ機を買ったんですよ。で、椅子に寄りかけて使うやつなんですけど、それをね、そのなんていうかな、サイドチェアのところに置いてたんですけど、そしたらね、そのマッサージ機の上がマッサージの電源入ってないのに、なぜかチョロタン気に入ってしまいまして、そこでね寝てたんですよ。でね、そこに寝るようになってからね、だんだん部屋にベッドに来るのが少なくなりましてね、あ、ちょっと別居の時期が始まったなみたいな感じでございますけども。でそこで寝てたのがですね、もうね、あのね、なんか手をガッと広げてまるでクワガタのような形で寝てたんですけど、あれがね、もうめちゃくちゃ可愛くてね、あのポーズでよくね、昔は子供の頃はね、こうじゃらすとこうバタバタバタってね、左右にこう激しく振ると、そのこの形になってバタバタバタって追っかけてきたんですよ。あれがね、思い出されて、あー、なんか昔を思い出して、かわいいかわいいってね、思い出しておりました。さあということでね、今週もいろいろですね、企画盛りだくさんで考えていこうかなっていうふうに思っておりますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。それでは1058回目の高橋尚美のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋尚美のトラブルメーカー。高橋尚美、何でもランキング。このコーナーは私高橋尚美があれこれ勝手に何でもかんでもランキングをつけて、カウントダウンしていこうというコーナーでございます。今週もですね、スーパーアドバイザーとしましてですね、世界の右辺お呼びとしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは早速いきたいと思います。今週のランキングのお題、買ってよかったキッチン器具。ということでね、私コロナ禍が始まりましてね、なんかこう何気に料理をする機会が増えまして、うん、ほんで料理をするとなると、いろいろね、あれこれね、使ってみたいなみたいな器具もありまして、はいはいはい、いろいろね、あっちもこっちも手つけ、はい、結局使わねえみたいなのいっぱいあるんですけども、でもその中でもですね、買ってよかった、いつももう最近でもこれがないと困るよぐらいまでね、気に入ってる、そういうね、キッチン器具ね、いっぱいありますのでご紹介していく。誰も興味ないと思いますけどね。いやいやいや、そんなもんないよ。全然興味ないと思いますけどね。あ、そんなのうちに昔からあるわっていうものばっかりかもしれません。いやいやいや、じゃあまずはね、今週はですね、はい、9位からあります。すごいね、いっぱいある、多いね。9位、今週の9位いってみました。今週9位、オイルポット。渋普通ですね、オイルポットね、これなかったんですよ。はいはい、で唐揚げとか鶏の胸肉で作ろうなんて思った時に、はいはい、意外と油ってね、もったいないなと思ったので、これがあると急に揚げ物とかね、怖くないの。あ、もう捨てなくていいんだみたいな、はい、これ貯めといてね、また使えるからっていうのでね、これすごく便利ね。主婦から言ったら今更って思うかも。一人身の男でオイルポット持ってるやつなかなかいませんよ、多分一人暮らしのやつってね、はいはいはい、そんな揚げ物しないから男なんで。確かにね。続きまして第8位、マーナ極しゃもじ。しゃもじです。しゃもじメーカー名も出る。ね、マーナさんのやつは、はい、もうくっつかないの、本当に。あ、もう全然くっつかない、で俺ね、20年ぐらいずっと同じやつを使ってたんだけど、はいはいはい、もうね、べったりいろいろくっついてね、もうイライラしてたのよ。もう全然剥がれないの。あ、そうなんだ。なんならおにぎり1個分ぐらいくっついてるから、それ何それって思ってたんだけど、これになってからナンストレス。はい、まあ、マジすごい、プルンってスルンって、でね、ポンってその、はい、何テーブルの上に置いても、はい、先っちょがくっつかないの。さすがですね、日本のね、こういうところ大好きですね、本当に素晴らしいなと思いました。続きまして第7位、
パール金属軽量カップ500ミリあ、500ミリ結構大きい。大きいのよ。そうだね、俺ね200のやつをねそれこそ20年ぐらいずっと使ってた、はい、もうね、いっぱいしあの何、はい、ひびとかさ汚くなってメモリ読みにくくなってるんだけど、はい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 、お米もそれで測ってたし、はいはいはい、だけどこう500になってからラーメンのやつとか 450cc とかあるじゃん、あれいっぺんに測れるよ。前はさ2回ぐらいこうやってやってたんだけど、もうノンストレス続きまして第6位、はいはいはい、アイリス大山トースター。トースターこれね、そうな、これ去年かな、あのクッキングのね、はい、クックドゥードゥルドゥ、ね、はいはいはい、鳥たちのやつね、うん、あの時に買ったっていうですね、はい、そうなんですよ。これがね、パンが4枚焼けるっていう。大きいね。大きいんです、中が。そでも、はい、でもね、見た目はそんなに大きくないの、はいはいはい、うん、そうだよね。そうなの、あれがね、だ4枚並ぶってことはピザも焼けるの。そうか、こんぐらいの。そうそう、ある程度ピザ丸々焼けるっていうのも最高。オートミールでね、あのピザとか作るので、そういうのが楽しいんですよね。もうどんどん行かないと時間なくなりますね。続きまして第5位、ハンドブレンダー。あー、かっこいいね。そうなんです。これね、いろいろお高いものからちっちゃいものもある、はい、まであるんですけど、私はですね、1台500ね、離乳食とかいろいろ作れるっていうかね、書いてありますけど、説明には、はい、これね、1台500ってやつ ね、 ね、この間ね、そのチョコ芋キントンっていうのを作ったんですよ。さつまいもふかして、あれをブレンダーで潰して、そこにあのペースト状にしたやつにあのココアパウダーを混ぜてキントンみたいなの作って、最高ですよ、あんなの。もうね、ブレンダー最高。あとはその泡立て器の電気のやつとかも、あのメレンゲとかすぐ作れちゃうの。今までは筋トレだと思って頑張ってたんだけどって頑張って、それがね、もう本当に楽ちんになりましたね。ハンドブレンダー、これ最高ですね。続きまして第4位、蓋も洗えるブンブンチョッパーホワイト。なんかまたかっこいいこれ。そうなんです。これね、あのちっちゃなやつでね、みじん切りがすぐできちゃうやつ。紐引っ張ると、そう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 、あの発電機の電気ね、あの起こす時みたいなやつで引くと戻るんでしょ。そう、引いてもゴムみたいなの戻って、あれがまあ便利ですよ。あれでね、当時はあの白滝を粉々にしてご飯にして食べてた。混ぜてた。そう、ご飯の代わりにねやってたんです。やべえ、時間どんどんねえやということで、ここでランク外使わなくなったものランキング。時間がないけど、あのね、俺その買ったんだけど使わなくなっちゃったなってやつがありまして、ブロッコリースプラウト栽培容器。あったあった。そういえばなんかいろいろ大きいのよ、大きいやつ。今ね、今使ってるのはグリーンフィールドプロジェクトのスプラウトホワイトおうちでベジっていう方を使ってます。なんかね、あのちっちゃくなったの、はい、ちっちゃくて、はいはいはい、あの水がねそんなに多くなくていいの。なるほど。前のやつはね、もうね穴が変でね、使いづらかった。そう、使いづらかったんだよね。あとはね、全く使わないで捨てちゃったやつが、うん、密閉米びつ 2.4キロ。これね、はい、冷蔵庫にぴったり入るサイズってなってて、はいはいはい、で俺ちゃんと測んなくて、はい、入れたらガンって蓋引っかかって、蓋閉まんなかったんだよね、ドア。だからね使えなくて、でそのままあの米びつトーバーとか入れてたんだけど、はい、お虫さんが湧いちゃいましたので。そうなのよ、そのね、虫湧いたやつは全部あのマネージャーにあげちゃいましたけど。すごい。お米ね、それ米原ですか。美味しく食べたって言ってました。全然あのね、ちょっとあれですけど。あとね、たこ焼き器。たこ焼き20穴のこびりつきにくいタイプってやつね、はいはいはい、あとそれ と、なナイロン製のもんじゃヘラと、はいはい、あとたこ焼きのピック。ピックガチじゃないす。すごくやりたがってて、はい、1回も使ってないの。なんかあの可愛くなんかあのなんかあれホットケーキミックスとかで丸い、はい、できるよ ね、 ね、ケーキみたいに作れるからね、はいはいはい、やりやしね。やりましょう、やりましょう。そうね、頑張ってね、せっかくあるんですから、いずれやりたいと思ってますけどね。はい、さあということでね、普通のランキングに戻りましょう。はい、まずはね、いよいよ3位、のの字キャベピーマックス。イエー、これ知ってますか。キャベピーマックス、あのね、ピーラーの大きなやつ。あ、でかい。そう、あのね、12、3センチの幅で、で、ね、で2枚刃になってるんですよ。はい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 、でそれをキャベツでシュッシュってやるとね、もうね、あっという間にふわふわの千切りキャベツ。テレビで見たことある。そうなん、これね、玉ねぎとか人参とかでやってもね、なんかそれをそのまま鍋とかにやってシャバシャバみたいにやっても美味しいですし、もう使い勝手がいい。もうね、もう超リピートで使ってます。おー、もうキャベ
別の千切り、まあね、包丁で切るのも楽しいんですけど、キャベピーマックスあるともう楽しい、ね、スンスンってもうね、あの俺が一番嬉しいのは、俺キャベツの芯まで食べたいのね、はいはいはい、その芯もスライスすると食べられちゃうのよ、ちょっと薄くなるのでね大丈夫なんですよ。さあということでね、私のの字好きなんですね。第2位のの字ポテット味噌さ これよく最近出てる ね、そうなの、このポテット味噌さ、あの、はい、ね、ちっちゃな泡立て器みたいな形になってるんですけど、はいはいはい、でも、うん、あのアイスクリームをこうパコってやるディッシャーね、ディッシャーみたいな、ね、うん、あんな形でそこが泡立て器みたいになって、それがね、はいはいはい、泡立て器だとなんかこう球体になってるじゃないですか、 そ、 うだ、ね、それがね半分になってる、はいはいはい、だからスプーンの網盤みたいな感じ、あ、なるほど、ね、こうでこれはですね、なんとその何ポテサラみたいなやつもポタッと落ちるし、味噌だけじゃなくて味噌も溶かせるし、でポテサラみたいなやつもポタッと落とせるし、で俺は鶏むの胸肉のつくねを作って、ちっちゃなこうつくねみたいな団子、あれもすくってポタッてやるだけで手でこねなくてもいいので、フライパンにポンポン、一切手汚れない、もうこの味噌さね、であのちっちゃなパン作ったりもするのね、はいはいはい、そのパンもパパパってお椀の中でこれで混ぜちゃったりとか、簡単なものだったらすぐ混ぜられちゃうので、もう何にもいらないみたいな、ノーストレース。さあいよいよ今週、のねランキング、買ってよかったキッチン器具のね、行ってみましょう。流行る第1位あれシリコンスクレーバー、これもう皆さんご存知のね、はいはいはい、まあ、当たり前のものが最後に来ましたけど、これを知ってからですね、洗い物がなんかね、今までは汚れって言ってね、洗っていたものがほぼお皿に盛り付けられるんですよ、 はいはい、こそぎ落としてね、はい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 、炒め物でも何でもタレからも何からも全部綺麗にね、うんうん、全部根こそぎ食べられて、洗い物は本当にちょびっとね、こんな素敵な商品ありませんよ、素晴らしい、はーということでね、うん、一応思いつくまま全部ね、行ってみましたということで、いかがでしたでしょうか、高橋直澄何でもランキングでした。高橋直澄ニューアルバム虹色遊び、あちこちに虹をかけながら好評発売中、あるがままでいいじゃん、あるがままでいいじゃんいいじゃん、あるがままでいいじゃんいいじゃん。高橋直澄オリジナルブランド N クロス、ただいまサードコレクションが N クロスベースショップにて発売中、ありそうでなかなか出会えないこんなのが欲しかったをコンセプトに、何気ない毎日がハッピーになるおしゃれをあなたの元へ届けます。 N クロス。さて後半は今週もですね、5月29日に発売されたアルバム虹色遊びの曲のエピソード、セルフライナーノーツトークお届けしようと思います。今週はですね、I need you についてお話ししようと思います。で、今回のアルバムは20周年のアニバーサリーということもあってですね、過去作のいろんなところをモチーフにしていたり、そこから生まれたものだったり、まあ、関連付けていろいろ制作してるんですけども、そんなこともあって実はですね、ちょっとやってみたかった企画がありまして、今週はですねそれをトライしてみようと思います。I need you につながる物語として過去作品の歌詞をポエムのように朗読してみようと思います。では聞いてください。大切な君。今日の歩数は80歩、トイレと往復80歩、行動半径は3メートルポッチ、辻褄合わせてしわ寄せて何かに言い訳したくなる、強がりなのかプライドなのか、思い出すのは振り回されたことだけ、いいことなんてなかったと思ってたのに、君がいないだけで全てが遠く感じる、ずっとそばにいてほしい大切な君。キスするつもりが鉢合わせ、抱き寄せるはずが爪立てて、平行線のまま
明日になった。似たり寄ったりだけど違う存在で、押してダメならひたすらに信じてみよう。君が力いっぱい丸ごと体預けて寝息そっと立てるから、目を閉じてみる。君がいてくれるからなんとかできる気がする。ずっとそばにいてほしい。ただそのままでいいよ。君と一緒だから踏み出せた2km。明日もっとあの先へ行ってみようか。何を見ようか。何が見えるかな。大切な君。ということでですね、セルフライナーノーツ先週もお届けしましたが、今週は iNiziU のセルフライナーノーツお届けしようと思います。ということで、大切な君ね、iNiziU ね、あなたが必要ですというですね、意味合いとちょっと関連付けてるところもあったんですよね。ということで、セルフライナーノーツお届けしましょう。iNiziU ですね、怒涛のデビュー20周年アニバーサリー、その、バースデーアライブのタイトルだった iNiziU。 いろんな思いを抱きながら臨む、ね、バースデーライブでしたけども、20、ね、2つ重なって iNiziU、まあね、そういう語呂合わせ、言葉遊びでつけたタイトルなんですけども、まあね、20周年アニバーサリーだし、虹だし、言葉の響き的にも最高だしなんてね、そんな感じでつけたんですけども、まあね、だからこそこうオリジナル曲と演じてきたキャラクターソングの二重奏ね、2つ種類の楽曲たちでライブをやってみたいなみたいな風にね思ってね、やったライブだったんですよね。それで、ゆかりの地で撮影したパンフレットとかアクスタも作ったりとかしてね、グッズでね、そんなバースデーのアライブでした。その重ねることから次の音重ねへっていうところでね、僕は重ねていったんですけども、まあなかなか会えないね、時間がずっと過ごしてきたので直接会って気持ちを交わすことがこうできなかったんですけども、でもね、画面を通してでもこう寄り添ってくれている、それがね本当にめちゃくちゃ心強いっていうね、そこがね感謝なんですってことを伝えたくてね。でそんな気持ちでアライブの iNiziU のパンフレットにも、まあ、自分にはあなたが必要なんです、 iNiziU っていう風に紐付けしてね、そこに記しておりました。でこれはなんかタイトルにしないともったいないなっていうかね、曲にしないといけないななんてそんな思いに駆られまして、そう iNiziU って曲なんかねいいなって思ったんですよね。で思いっきり声を重ねられる、やっぱりウォーウォーソングにしようということでね。で20周年のアニバーサリー的な前の作品との絡みで言うと、まあね、今回のプロデュースもですね、作曲アレンジね、お願いした野中雅雄一さん、雅ですね、AKB グループとか氷川さんね、大活躍の売れっ子の作家さんですけども、ね、そのマサに発注するときにいろいろお願いした中で、この曲は2曲目に来るイメージ、あとはがむしゃらっていうのを伝えましてね。でどういうことかっていうのをね、まあ、分かりやすい楽曲で言うと、まあ、カモン、そしてキーポンダンシングみたいなねところじゃないかな。アライブでこうオープニングが始まって、1曲目が始まって、さあ次2曲目は何っていうところでドラムがねタタンタタンとか来て、一気にこうテンションが上がる、ね、そんな感じのポジションの曲にしたいなっていうお願いをしました。だからどちらもね、タタンタンタタンってやつとか、キーポンダンシングの方はタカタンタカタンって始まるじゃないですかね。2曲目のやつってね、俺そういう
曲が実は多かったりしてるんですよね。というね、ドラムフィルからスタートする、あのね、ドラムフィルを聴くだけで来たってなる、そんな感じのね、新しい曲をっていうね、ところを作りたいなってお願いをしたんですよね。で届いたね、 I need you のデモね、それからやっぱり I need you もドラムのフィルインできましたって感じでね、まさからはがむしゃらならばキーは高めでいきたいっていう風に言われてね、あ、もちろんもちろんっていうことで OK しましてね。でさらにこの頭のドラムフィルインの後のがすぐウォーウォー来てくれ、ウォーウォーウォーってもう最高じゃんマサっていうね思いながらね。それがあの2番の後とかにも入ってるやつと一緒っていうのがね、また繰り返してあるのがまた覚えやすくてね、大好きなポイントでもあるんですけども、まあ裏でこう拳を突き上げる系のモーションを入れてくれるのもさすがだなっていう風にね思ってるんですけど、でまああの I need you を繰り返して歌いたいっていうお願いもしたので、完璧にねもう答えてくれてるなっていう感じでね、みんなも安心して連呼できるところね、アライブが楽しみになる、そんな曲ですよね。でマサの天才的なポイントってなんか何個もあるんですけど、4サビね、最後のサビのところからサビメロを僕は歌わずラー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 っていうね、皆さんが歌ってで僕はね後でこう後から歌うっていう、そういう演出を作ってくれたのもですね、マサってね、いや長年ねアライブをこう長年連れ添ってくれたマサならではのこうね憎い演出、ライブ楽しみになるよねこれはねっていうところがねすごくあってね、うんうんって思いながら嬉しかったところですね。でバンドで楽しくできるようにっていうところで作ってくれたんですけど、多分ドラムが死んじゃうかもしれませんねってマサは言ってて心配してたんですけど、その後のこのねバースデーアライブでドラムのジンボちゃんは頑張って乗り越えてくれてましたけどね話それましたが、歌詞もですね、まあ1曲目レインボーからのつながりで、まあトゲのようにこうねえぐり続けてた雨がですね、この曲の前でも降ってたっていうところでね、でその雨上がりのシーンをこの曲 I need you の大サビの D メロっていう部分があるんですけど、そこの部分に表現してみたんですね、花びらの先にっていうところからですね。そうなんですね、ブックレットの方にはですね、その瞬間を写真でさらに補足して、あのね I need you アライブの I need you のロゴとともに、その中でできた虹のイメージをですね、そのままデザインとしてこう重ねてみたっていうね、そんなデザインにしました。まあ、ついでに言っておきますと、特典の門の前の写真があるんですけど、特典ね、なんだ購入特典でね、お付けしたものがあるんですけども、それはこの I need you のイメージで実は撮影していて、ブックレットでは惜しくもこう使われなかったっていうものなんですけども、レインボーからのつながりでもある I need you なので、とてもこうなんか辛いとか壁のように立ちはだかることがあったみたいなことを、それを乗り越えてね行こうっていうね、そんな感じでもがいてるようなことをですね歌詞が続いているので、その部分をこう撮影しようかなって思ったんですけど、まあ、完成した曲を聴きながらだとですね、ちょっとこうなんか重たいというかね、こうじゃないなっていう風に思ったので、明るい写真がいいかなと思ったので、今現状のねブックレットの写真になってるんですけども、でたまたまその I need you の D メロの時にねやっていた振りをやった唯一の写真だったんですよね、あれがね、なんかあ、いやたまたまやってたわそのポーズみたいなね、それを採用したっていう写真なんですよね。で X にねコーラスをやってくれた高桑正信さんね、高桑くんがですねつぶやいてくれててね、全曲コーラスをやってくれたものに関してはこうねちょっとずつこう嬉しいコメントとともにつぶやいてくれていたんですけども、それねちょっと紹介しますとね、参加した曲をちょっとずつ紹介、高橋直澄虹遊色遊び、ナンバー2、I need you男らしくがテーマの曲で一番がなってコーラスした曲、高桑はこの曲が好きでもっと良くしたくて、高桑合唱団を今回のアルバム用に集めようと決めたのですっていうねコメントをしてくれてましてね、そうなんですよ、実はこの曲たくさんのコーラス隊の方々のですね熱い気持ちも重ねていただいて、ともするとですね可愛くなりがちなこの曲なんですけども、本当にガッツのあるパワフルでとってもねポップなパンクロックになったなって、ね、おかげさまだよねパワフルになったよねってね、高桑合唱団最高だなっていう風に思いました。まあそのアレンジも最高だしね、でねライブを一緒にやってきてくれたみんなのパワーも重なって本当に最高な素敵な曲になったね、本当に嬉しい気持ちでこのねレコーディングを終えました。はい、ということでね、ライナーノーツお届けしましたので、今週も一曲お届けしたいと思います。もちろん曲はですねアルバム色遊びより高橋直澄 I need you。いつだって駆けつけて迷いを消して、いつも君は僕にくれた
一歩進めずにまだここにいる。それでもわかるさ、いつかはあれは昔話。壁に道塞がれようが、誰に何を言われようが、今の君はずっと君のままで、明日を去年買ったさ、あの USB のバッテリーで温まる暖房付きのダウン買ったんだけどさ、もう壊れててさ、この冬全然着なかったんだけど捨てた方がいいのかなって迷ってる高橋直澄です。がお送りしてきましたトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。宛先です。ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん、メールアドレスはトラメカアットマーク zf-web.com。 東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、メールアドレスはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp。 東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、メールアドレスはトラメカアットマーク 1260.jp。 高橋尚澄のトラブルメーカー、それぞれの係まで送ってください。メールの方は懸命にコーナー名書いていただくと助かります。よろしくお願いいたします。お便りお待ちしてますね。ということで、きっと捨てることになるんだろうな。お時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねー。